2012へようこそ皆さん。いわゆる2012年問題の先端情報番組エハンテレビでございます。北海道のある方にこういうふうに聞かれたんですね。2012年についていろんな本があったり映画があったりいろんなメディアで今2012年について情報が混雑してる最中ですから、その方がまだ若い男性で、混乱してるんだ僕は、どれが正しいこの2012年の説。私はこう伝えておきました。健康管理という大変大切なことでしょうと思います。と言いますのは、本格的なルネサンスを行うのに健全な人間が必要でしょうね。なかなか、病気な状態ではルネサンスはできないと思うんですね。つまりこれは頭の活動だけじゃないんですよね。ルネサンスと言いますのは当然イマジネーションが必要、当然行動が必要、けれども行動の源は健全体ですね。では私の経験から、実践的な経験から、どのようにして具体的に健康管理ができるのかについてこれから少し話をしますが、お断りしますのは、この方法は無料で非常に単純で誰でもできる方法ですが、おそらくなかなか皆さんはやらないでしょうというふうに思います。私は CO2 排出はいわゆる温室作用の原因であるということに対して固く反論しております。もうかなり前から反論するどころ、完全にこれは間違っていると言い切ったことは何度もあります。今となってようやくたくさんの科学者は同じようなことを言えるようになったということは、この前の異常気象の大会議、コーペンハーゲンで行われた会議はもう大失敗で終わってしまって、その時に、大勢の方々はがっくりしただけではなく、本当にこれが問題なのかとか思うようになったんですね。次の映像、次の写真をぜひ見ていただきたいんです。私たちの世代でこれは初めての写真で、